さあ今度こそ豚いてください。いた。あれでも止まってる。止まってます。埋まってるのか。止まってます。ただこれで一応線に応じて動く処理は第一歩は行けました。あとはじゃあ埋まらないように移動させるなきゃいけないんですね。そうですね、あの今は1秒後の位置しかできてないので、それをちゃんと息が動くようにする必要があります。え、これ埋まってるのは問題ないんですか？埋まってるのは問題ですね。ちょっとじゃあ外に出した方がいいと思います。はい、そうですね。こういう時にあれか、横から見た方がいいのか。そうですね、わかりやすいですね。こいつとか良くないですか？ちょっと下げていただいて、テクニックがありまして、一回 BP エネミーピックラインをちょっと開いていただいていいでしょうか。はい。今問題なのが、スプラインの位置であったり高さを本当にそのまま豚に渡しているので、はい、スプラインが地面に潜ってしまうと本当に潜ってしまうっていう問題が出てきてます。はい。高さは反映しないようにすれば、たとえ線が潜っていても地面に行くっていう処理ができると思います。今、リターンバリュー、ニュートランスフォームの線が繋がっていますが、それをまず切る必要があります。こいつですか？はい、根元の丸いピンをオルトをしながらクリックでちぎれます。あ、はい、このリターンバリューとニュートランスフォームそれぞれ右クリックをしていただきまして、構造体ピンを分割っていう上から2つ目のがあります。もう何を言ってるかわからないこのトランスフォーマーの位置とか向きとか大きさとか全部兼ね備えたものなんですけども、位置向き大きさでちょっと分割してそれぞれ個別に設定できるようにするっていうのが今やったことです。一つのピンを分解したってこと？はい、その通りです。なるほど。さらに今回高さは無視するので、ロケーションってやつも実は分割できます。ロケーションを分割。はい、先ほどと同じように分割するとさらに細かくなります。X と Y が横とか奥行きなのでこれだけつなぎます。 X と Y だけをつなぐのか。はい。で Z はつながない。その下のロテーション、これ向きなのでこれはつないで大丈夫だと思います。はい、はい、これで一回実行していただいていいでしょうか。なんだなんだ、めちゃくちゃゲームオーバーがいっぱい出てきた。豚が Z、つまり高さを0にしたのに埋まってしまってると思います。はい、F8 で抜けていただいていいですか。埋まってない豚を選択していただいていいですか。はい、実はデフォルトの高さが90になっていまして、右側の詳細パネル見ていただくと、はい、Z の値が90だと床にちゃんと設置しているっていう形になってます。はいはいはい。なのでさっき Z0 にしちゃったので埋まっちゃってます。ああ、なるほど。なのでこれを直すためには先ほど0を直接指定したところに90と設定すれば OK です。右側の方ですね、セットアクタートランスフォームのこの今ニュートランスロケーション Z が0になっていますが、はい、これを90にすれば OK です。これで多少線が埋まっていても豚は埋まらないようになったはずです。思ってたよりも結構テクイことをしてまして、おやっとここまで来ました。あとは線に応じてちゃんと自動的に巡回するようにすればだいぶゲームっぽくなると思います。了解です。最後にそれをしていこうと思います。はい、では BP エネミーピックラインをダブルクリックで開いてください。はい、今からすることは動き始めてから何秒経ったかっていうのを豚が覚えていく必要があります。はい、覚えた結果をスプラインのゲットランスフォーマットタイムのタイムに入れればぐるぐる回るようになります。ここ、はい、ほうほうほう。時間を管理するために変数と呼ばれるものを出た必要があります言ってしまえば記録領域みたいな人間の脳に当たるようなところをちょっと、うん、いく必要があります。行きましょう。では左下に変数と呼ばれるところがありますので、ね、プラスボタンをポチッと押してください。変数を1個作るってことですね。はい、これは何か、そうですね、タイマーとかで名前がいいと思います。はい、ブーリアンじゃないですよね。はい、これがだいたい時間ですとこのフロートってやつで管理することが多いです。小数点を使う変数ってことですね。その通り。はい、今から足し算をしていく必要がありますが、まずこのタイマーをドラッグアンドロップでペッと貼っちゃってください。で貼るとゲットとセットっていうのがあるんですけども、はい、まずはゲットで大丈夫です。ゲット。このタイマーと前回この処理をしてからの経過時間を足すと今ゲーム開始したから何秒が経ったっていう処理がゲットできます。イベントティックのデルタセカンドっていうモリがあるんですけども、これですね、これが前回このティックをしてから何秒経ったかっていうデータがここに入ってます。うん、なるほど。よく 30fps とか 60fps ってあるんですけども、うん、1秒間に60回処理をするので、その1回ずつの処理は 1÷60 で全部計算されるっていうのがあるんですけども、うんうんうん、1÷60 がこのデルタセカンドに入ってます。
はい。このデルタセカンドを変数のタイマーにどんどん追加していくと、結果的にはゲーム開始してからの時間がタイマーとして計算されていく。いや、もう何のこっちゃって感じなんだけど。やってみましょう。では、デルタセカンズから、線を伸ばしていただきまして、ポチッと離していただいて、add@でお願いします。add@。はい。で、今、加算するっていうのが出てると思いますので、これをポチッと押してください。これで足し算ができます。ほう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 。左上は線が繋がってるけども、はい、左下が繋がってないので、そこにタイマー、そいつを繋げます、うん。で、その経過時間をタイマーに保存しないといけないので、先ほどなんか、そのセットタイマー、ゲットとかセットとか、二択になってたかと思うんですけども、次はあれをセットの方を使います。セットで、はい。このピンの置き場なんですけども、親ティックの後ろに置くのがいいと思います。右側です。はい。なので、ちょっと一回、親ティックの線を今置いていただいたセットノードの方に繋いでいただいていいでしょうか。はい。こっちも繋げ直した方がいいですか？はい、その通りです。はい。先ほどの足し算の結果をそのセットに繋げる必要がありますので。はい、これ近い方がいいですかね？あ、そうです。近い方が分かりやすいと思います。結構、このノードの位置とかも整理しないと、ぐちゃぐちゃになって。これなんか見やすくちゃんとやった方がいいですよね、きっと。はい、その方がいいです。はい。足し算の右上のピンをそのセットのタイマーのところにくっつける必要があります。はい。これでも時間の保存とか計算ができたので、その結果をスプラインの getTransformAtTime ノードに引っ付ける必要があります。なので、もう一回左下の変数のタイマーをドラッグアンドロップでちょっとハイプチッと get ノードを配置してください。get タイマー。また get。はい。で、これを少し前に配置した getTransformAtTime の近くに置いていただきまして、で、左側にタイム1.0 っていうのがあるんですけども、それを繋いでください。はい。一回実行これで押してみていただいていいですか？これ何かが起こるわけですか？起こるわけです。見てみましょう。どうでしょうか。豚が動いてくれてたら。あ、動いてる動いてる！あら、豚が。めっちゃ動いてる！あ、止まった。一周させる処理を組む必要がありますね。あ、でも動いてる。向きも変わってます、ちゃんと。はい。ちゃんと、引いた線の向きに応じて、なってます。ちょっと時間の経過の結果を画面上に出した方が分かりやすいと思うので、セットアクタートランスフォームの後ろにプリントストリングノードを今配置していただいていいでしょうか。はい。で、このインストリングスのところにゲットタイマーをつなげていただいていいでしょうか。変数のタイマーをドラッグアンドロップでゲット貼り付けていただいて、ここでゲットタイマー。色は違うんですけども、直接話してくれます。プリントストリングノードの下向きの三角形があると思うんですけども、見づらいので横にずらしていただきまして、はい、デュレーション 2.0 っていうのがあると思います。はい、これが、左上に出す文字が何秒出すのかっていうものなんですけども、うん、これを一回0でお願いします。はい、これで実行していただきますと、左上にタイマーですね。変数にどんな値が入ってるのかが出てきます。まあ、こんな感じでストップウォッチ、カウントタイマーみたいな感じでガーッと計算するのが今やってることです。で、今この子が止まってしまってるのがですね、スプラインの時間を10に設定したと思うんですけども、はい、10以上だと無視されてしまいます。あ、そうなんですか？はい。なので、0123456789010ってなったらまた0からスタートするみたいな、この2つ値をこう計算して渡す必要があります。を最後にやりたいと思います。はい。では、ちょっとブループリント開いていただきまして、はい、難しくさらになっていきますが、でもやることはすごい簡単です。なるほど。これ、ついてこれてんのかな、見てる人。置いたノードはすごいシンプルなので、うん、まずは、深くは考えずに、こういう時間をカウントしたいときは、こうやって組めば、ノードつなげば、まあ、できるんだなっていうのを、まず。はい、そうですね。まあ、このようにつなげれば、なんかとりあえず動くよっていうのをまず見せられればいいですよね。はい。理解するのは後でも、うんうん。いいのかなと思ったりとか。はい。そうだと思います。はい。ではですね、スプラインで設定した時間を超えちゃったらゼロに戻すみたいな処理を入れていこうと思います。はい。はい、まずは、このプリントストリングのもう後ろに作っちゃうのがいいと思います。はい。はい。右に押してきまして、まず、今のタイマーの値が10を超えたらっていう処理を作る、判定処理を作る必要があります。うんうん。こういった判定処理を作るには、ブランチノードっていうのが必要になります。線を引っ張っていただいて、BR も出てますね。ブランチっていうのが出てます。他のブランチですか？はい。これポチッとします。次に、もう一回、ゲットタイマーノードをちょっと配置してください。ベッド。で、タイマーの
ピンから線を伸ばしていただきまして、キーボードの大なりあ、はい、より大きいペット買っていただきまして、でこれを下の値を10にしていただいていいですか。 10より大きい場合はってことですね。はい、今赤いピンが右側にあるんですけども、うん、それをブランチにつなげてください。ブランチの赤いところに、はい、ってことはこっちの方がちょっとこっちになるってこと。ああ、そうですね、はい。これで何をしているかと言いますと、このタイマーが10以上になったら、ブランチのトゥルーと呼ばれる処理は通ります。で、10より小さかったら、下のフォルスっていう処理が通ります。なるほど。はい。で、今回やりたいのは、10を超えちゃったら0に戻すっていう処理ですので、うん、さっきのセットタイマーを呼び出す必要があります。ベルトタイマー。でも、デフォルト0なので、もう、このままトゥルーの方につなげていただければ、これで OK です。0に戻るってことですか？はい。ほうほうほう。これで一回実行していただいていいでしょうか。多分豚の動きと、左上の数字をちょっと見ていただくと、どんなことをしているのか分かりやすいと思います。今ずっとカウントされて、豚も引いた線、スプラインを動いてまして、0、10超えたら、ああ来た動いてる。これでこの線をずっとぐるぐる永遠と完璧だ。いろんなところに置いていただくと、もう巡回するので、おー、結構怖くなると。確かにこれで一気にゲームっぽくなりましたわ。いや怖いですね。いや怖いすごいな、これも。よかった、できた。よかったです。いろいろありましたが、いやー本当にありがとうございました。もうちょっと賢く、自分が見つかったらそっちに追いかけてくるであったりとか、はい、いろんなことができると思いますので、また次の講座とかでそのあたり、ね、はい、一緒にやっていければと思います。じゃあ本当に、本日もありがとうございました。ありがとうございました。